から準備がありーので、でいつやったって通の打ち合わせが22で23日にも通で打ち合わせをして、これがあのこの前あの通の文化センター行った時の、駅前さんも江戸前まで江戸橋まで歩いたちょっとサブチャンですけどね、やつでチラッと言いとった時ですね。だからこんな感じでもうずーっと通と4日行ったり来たりして、で8月25日に津の文芸道場があったんだ。文化会館集合、何やってんだ俺これ。文化会館、あ、文化祭の打ち合わせだ。うん、9月の頭にあるからね、文化祭が。そう、南高祭がこの時は9月の6日からやっとって、で1日その文化会館の第一ホール貸し切ってやるんで、その時のやつの事前リハか、リハというほどでもないですけど、実際にその組んだりとかできないんでね、その前にあの使うところがあるんで、全体のその打ち合わせとかして、照明とかこういう風にしましょうねみたいな話とかをパパパーと打ち合わせをしたりとかしました、ね。まあ実際の前日リハみたいなのは、当日の朝だけな、ね、でっていう感じでしたもんね。で違う、打ち合わせも9月30日に打ち合わせ行ってんだ。すごいね。で修学旅行で北海道に行ってすごいな。でこの時のやつが県ですよね。あ、県は出たことないって、こっちの方が多分出たことないな。ちょっとあの地元のやつなんでね、あの彼は地元にいるの確定してるんで、プライベートでは、ね、言うてでも3年ぐらい会ってねえか。あ、そうだな、最近会ってねえな。なんでここで感銘記念誰か書いてってるな、これ俺の字じゃねえもんな。誰だ誰だ、12月18日国連加盟記念日って俺のメモ帳に書いてった。なんだこれなんだこれ、国連加盟記念日って書いてあるけど。で78、そうだ、12月8日に作って谷川さんに会ってるのが、16日だから1週間後だ。うん、だもう作った後だ。とにかく作ったんだ。そう、8日に作って、勢いで作ったけど、まあ、若かったっすからね、幸運だったんだよね。勢いでこれ、まあ、それだとて、当時はプレゼントっていう名前でやってましたけど、プレゼント作ったけど、じゃあ具体的にどうしていこうかなっていう時に、うん、そう、小文だし、どっちかというと短文が得意で、結構相方は相方っていうか、でもこのあのカズマのメンバーは長文得意だったんですよね。小説書くし、なんなら演劇用の台本書いたりとか、トガキとかしてね、書くタイプもやってた。で、まあ今でもやってるのかな、まあ、そっちの方をメインでやるっていうんでね、劇団立ち上げて、やっぱ行動力すげえだよな、あいつと思いながらね、スネ夫ってやってたんですけどね、すげえなーと思いながらね、うん、で、いうのがあったりしましたけど、で、がおったんで、ちょっと小説とかもそっちの方でね、コラボして、自分が苦手なものを書くようになるっていうのも手やし、得意なやつと組むっていうのはもう手っ取り早い手じゃないですか。っていう発想の人なんで、ですから、ね、ああ、で、組もうぜってなったんだったら、で、まあ一応こっちも、ね、実力はすげえ怪しいんですけど、一応全国大会行ってるわけじゃないですか。全国大会行って、その試合は一応全国レベルですよって言い張ってるわけじゃないですか。うん、でこの前ハイタイさんと回ってきてましたぜみたいな話とかで、ね、自分を最大限大きく見せてね、そのあたりの実力のある人たちと手を組むっていうね、今番組やってることは多分ね詐欺商法って言われても仕方がね、ですけどね。で、そうだ、で一緒にやるぞってなって、何やろうな、とりあえず武士の交換とかやって交流持とうぜみたいなところですけど、何だって聞いてよなって話とかはしとって、でもうどうしようかな、自分をその小説を書くように持っていくのか、いやうちはもしを担当にしてやっていくのがいいかなとかってぐーっと迷った時に、いざ、はい、その谷川慎太郎さんが旅館に来るっていうのがあったんで、でうまいことやってね、うん、まあ詳細はちょっと言えない内容なんだんですけど、これ、ちょっとお食事をさせてもらう機会を設けさせてもらったんですよね。で、その時には実は炭鉱の、
生徒でって、まあ、当時まだ現役だとね、南高なんですよ。で、南高の校歌の歌詞作ってくれたのが谷川俊太郎さんで、っていう流れなんで、それでその校歌作った時の、裏話とかいろいろと聞かせてもらったんで、だからそこはご本人様から聞いてるんで、かなり面白い話っぽいあるんですけど、それはそれで結構、全然一本作れるぞっていうね、裏話とかがあったりするんで、またもう、いろいろと出していきたいですね。竹本、どうして竹本徹さんをね、その使うことになったのかとか、っていうのを結構、谷川俊太郎さん、絡んどったりとかして、っていうのはね、あんマジなんすかって言って、で、その時に、で、今後として、で、灰谷さんはその小説ですけど、谷川俊太郎さんは詩じゃないですか。だから自分がどっちかっていうと得意なジャンルの方って思っててやってたところで、ただ、その当日にちょっといろんな朗読師の大会、死ぬボクシングっていうのがあって、で、うちも予選落ちだったり全然あれだったんですけど、うん、詩得意って言ってるのにね、うん。で、その時に同級生すっげえやつがいてね、長谷川さんって言って。もうね、有名です。プロになってるよね。あの人はそのまんま、そう、地方大会の四日市のところに出てた同級生の子で、めちゃくちゃ朗読師のうまい子がいて、地方大会でこれで、俺もう絶対立ち打ちできてるじゃん。この協会で全然やっていけねえじゃん。本当にもう、打ちひしがられる。一応、その後ね、終わった後に会って、俺で予選落ちだったのにね、いや、これはまずいと。文芸連ね、しょってるわけですから、一応ね、三重県代表でね、やっとるわけですし、文芸連ってことですね、その生徒事故委員の委員長とかね、やってるわけなんで、これはちょっと、で、その子は文芸部じゃなかったんですよ。なんで、全然俺ら、その文芸連の、でやってる文芸部のメンバー、どこの誰も知らねえよってなって、四日市高校の子だったんですよ。そう、四日市高校は実は文芸連入ってなくて、文芸部ないですよね。そあ文芸部ないのかな、文芸連入ってないんですよ。今もかななんですけど、だから、そういや、思考って入ってるけど、めちゃくちゃこんな制限のいいのって。聞いた話で、難航でって、まあね、やっとって、っていう話をして、いや、まあ、よかったら小説とかそういうの、興味あったら文芸部とかそういった活動に参加してくださいよ、みたいなね。待っとるよ、みたいな話とかしとったらね。けど、もう内心はね、こんなレベルとかおんのかよ、おい、四回の片隅でこれなのに全国で戦えるわけねえじゃんと思ってね、うちひしがれてたんですけど、まあその後日談だけ先に話しておくと、その子は実は全国でももうずん抜けたチートです、大谷翔平みたいなもんですだったんで、高校生でもうボロの大人全員ぶちまかして、ぶっちぎりの優勝、全国優勝かまして伝説になるっていう子なんですけど、だから業界で有名ですね、長谷川さんというかね。で、その後なんか大阪目指すよみたいな話とかまでは聞いとったんで、その後どうしたのかちょっと知らないんですけど、同い年なんでね、まあやってるならもう多分プロバリバリで多分そっち業界にもいるんじゃないかな、もう間違いなく才能ありますからね。即興でパッと当たられたお題で、はい、じゃあ朗読してくださいポンってやった瞬間に5秒でできるんですからね、すっげえしが。そうだろうって、ブリ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 って、いう感じのね、うん、ちゃんと気象点検つけてるんだ、落ちもつけるし、もう、マジかよっていうね、レベルだったんでね。で、うわぁ、女子しがやつったところで、で、その子たちは高校生なんでね、もう夜遅い時間なんでね、帰れないといけませんから帰ったんですけどね。で、なんとかね、こう、いや、得意なこと、幸いなことに、私、もう、20年ぐらいあんまり見たことないね、昔から老け顔なんで。完全大人の人とね、勘違いされてね、そのままにスルスルスルって、スルスルスルって簡単なところに来たんですよ。っていうあれはいいよ、ね、多少事故でしょ。当時は条例とかなかったんでね、健全育成条例とかなかったんでね。そう、時代が時代で20年以上前の話ですから。で、谷川さんに会って、で、どうしようかなって。そのやっぱ詩を磨いていった方がいいのか、それともやっぱ小説やった方がいいのかなっていうような相談をしたんですよ。そうしたら谷川さんはもうはっきりしと言ったんですよ。絶対小説勉強やるとき、食いたいなら小説やれって言ったんですよ。ってのは、詩ってどんなに才能があっても枠が狭すぎる。だって全国で詩、朗読詩ね、で、詩だけで食ってきてる人って誰かいる？田原松と谷川俊太郎さんぐらいじゃないですか。うん、で、まあ、その歌の詩ね、ポップ
ソングとかの歌詞とかをやる人でもそれだけで食うってすっげえ難しくて、阿久悠さんとか、秋元康さんとか、阿久悠さん秋元康さんとかそれぐらいもバリバリに書いてる人とかでしょ。あとはまあ畑明さんとかもいられるけど、畑明さんもともとシンガーソングライターですからね、うん、とかっていうのがあるんで、本当に作詞だけで食ってくってなるんだったらもう枠が狭すぎると、才能あったって食えねえよというので、それで、実は、詩じゃなくて、だから食っていくと考えるんなら多少書ければ小説家はプロになれると、うん、まあそれも結局私の場合は、ね、ハードちょっと高かったわけですけど、とはいえその枠に入るなら絶対小説家の方のが枠があるから、な日本で小説でね食ってる人って何百人って、何百人千人ぐらいいるのか、今ならいるか、いろいろとね P2P の、やつもあるんで、うん、ですから全然そっちの方やった方がいい、だから小説は書けるようになっといた方がいいよって言われて、それで一緒に小説とか書くタッグとか組んだりして、で当時キューブックスさんとかともちょっと組んで、自費出版とかでね本出したりとかもしてたんですよね。実は山城名義で、厄介なことに実はその同じような感じで山田亮太と全く感情も同じ人で、詩人で撮ったっていうところでやってる人がいるんでね、たまにあれこれって山城っていやまだやってたんとかいうことあるんですけど、ね、YouTube でも上がっとるんで動画上げときますけどね、その人はまあ朗読詩っていうよりはもっと 歌に近い方で歌ですよね、もうっていう感じでやってたりとかっていう感じで詩の発表をやってる山田亮太さんの感じも全く一緒の山田亮太さんって言うんですけど、うん、監督は。んで、今いますけど、まあ、だから当時はだからネットが出てきてそういうので自分で発信するっていうのが2000年なんで、まだ影も形もなかったんですよ。だから、ね、2010年代のね、YouTuber さんがまだ YouTuber って言葉もなくてどうのこうのっていう話とかしてるじゃないですか、当時。その2012年とか13年に始めた時にまだそんな YouTuber って言葉もなくて、それで食っていけるなんて思ってなかったって。2010年代ですよ、そうなんです。もう2000年なんて本当なんもなくて、うん、いかに出版社の選考に入るかとか、そういうところしかなかったわけですよ。まあ、なんでね、何でもできることないかってね、だから2000年作ってるんですよね、そのサークルも2000年作ってるし、発表できる場がなかったんですよね。だから何かしらの形にしたいなっていうのであってやって、だからホームページも早々に作ってね、うん、グーかどっかのね、ジオシティーズだとか、あの辺りの無料のところのやつで、文芸ならテキストだから、何かしら表現で出せるぞって言って、HTML 言語、簡単なやつとりあえず覚えて、まあ、もともと、ベーシック売ってたんで、多少そのプログラム言語ができるんで、できるっていうほどではないです。もう忘れちゃってますしね、コマンドプロンプトとかもある程度ずっと使ってたんで、あれなんですけど、なんでそれで、文字とかを変えて、ちょっとビジュアライズな感じ。どうせならじゃあ、本のページにはできないようなカラーにしてみたいなとか、文字をカラーにして、そのセリフ、誰が喋ってるセリフなんか分かりやすくしてみたりとか、ちょっと目立ちたいところで大きい文字を使ったりとか、普通なら余白大きすぎて使えないだろうっていうわけのわからん、てん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 みたいな余白を作って、間合いを作ってみたりだとかね、そんなようなこととかを試したりとかやってたのがあったりします。まあ、使ってみたいですけどね、多分ね、1だろうに多少残ってるはずなんでね、まあ、こっちの8だと見てた1999年で出たとこまだありますからね、でいうのがあったりしてやってたのが、なんでそんな話になったのなんでこんな1時間も話してんだ、なんで話してんだ、分からなくなりましたけど、うん、まあ、そんなのとかやってましたよっていうことですね。あとは、なんかあるかな。あ、そうか、今日は山田総決算だ。山田決算会に行ったもんね。ですから、っていうのがの話に、戻していきますけど、戻せるのかどうやって戻していこうな。